三沢川源流部三沢川分水路入り口玉川に、連結する三沢川分水路出口、三沢川の下流域風景三沢川は、玉川水系の支流で主に、神奈川県川崎市及び、東京都稲城市を流れる一級河川。東京都町田市小野路町周辺に源を発し、神奈川県川崎市浅尾黒川地区と東京都、稲城市市街地を流れ、川崎市玉区の田で玉川に注ぐ。 上流の川崎市麻生区内は普通河川及び、巡洋河川、東京都稲城市及び、神奈川県川崎市多摩区内は、各都県間轄の一級河川の扱いとなっている。三沢川は、多摩丘領内を流れて多摩川に注ぐ川であるが、三沢川の左岸は、若葉台、紅葉台という多摩ニュータウン地域となっている。三沢川流域の多摩ニュータウン開発に際して、 最も問題となったのは、多摩ニュータウンの雨水の処理方法であった。新たに里山を切り開いて、町を作るとなると、町に降った雨水を何らかの形で、処理しなければならない。しかし当時すでに、三沢川の流量から見て、新たに、ニュータウンを作った場合には、洪水発生の恐れが否めなかった。しかし三沢川下流は、多摩ニュータウン開発を行っていた東京都ではなく、 神奈川県川崎市が管理する部分であり、東京都の事業のために、川崎市の財政支出によって三沢川改修を依頼しても断られることは見えていた。そこで考案されたのが、現在の稲城中央公園の下からトンネルを掘って、川崎市内をバイパスさせて直接水を玉川に落とす三沢川分水路であった。このアイデアにより、紅葉台、 長峰、若葉台といった稲城市内の多摩ニュータウン開発が可能となったのである。鶴川街道は、調布市下石原一丁目の甲州街道と、町田警察署中町交番前の町田街道を結ぶ道であるが、その内多摩川から、川崎市浅尾区、黒川までは、三沢川沿いを走っている。ありがとうございます。